種まきジャーナル特集です。今日のテーマは平野さん。はい、原発に変わる新エネルギーの可能性は<ー>と題してし。そうですね。ます。 もうあの本当全国民の共通した思いですよね。ねえ、うん、本当に何とかなるのか教えてほしいと私も思います。うんそすね、えー、そこで今日取材報告は上田孝之アナウンサーです。こんばんは。こんばんは。お願いします。よろしくお願いします。はい、まあ原発に変わりうる可能性がこの自然エネルギーにあるのか。どれだけあるのか。はい、はい、今の現状なんですけれども、えー、あの自然エネルギーからなる電気というのは今全部の日本の電気の中の、うん 1> 1なんですねそんなにないの 1%, 1しかないんですか、はいでえー、と中規模とか大規模の水力発電を入れますと、<ー>これが10%に上がってくるということなんですけれども、はいまあ、そういった既存の大きな水力発電というのは、あの考えるときにちょっと外れることが多くて、ですね、うん、例えば自然エネルギーといいますと、太陽光とか風力発電と。えー いうことになってくるわけですね。うんはい、でえ、そんな中、まず風力発電というところにちょっと着目をしてみたんですけれども、はいまあ、自然エネルギーの中の、まあ、将来の主力になってほしい一つだと思うんですが、うん、日本風力発電協会というところがありまして、そこのデータを見てますと、今、え全国各地に1807台の、まあ、中型から大型の風車があると。うん、1807台。<ー>で、風車1機で、 1 0 0 0ットから2 0 0 0ットぐらいの発電能力があるということで、えー、これ1807台の風車全部で、これ2010年のデータですけども、244万2 0 0 0ットの発電ができる能力があるという数字なんですね。うん、240万キロワットだいたい。はい、で、この244万キロワットという数字なんですが、うん 原子力発電所1基が100万キロワットくらいというふうに言いますので、はあはい、え風車を全部集めると、原発2.4基分くらいの発電能力があると。はい、これは今日本の風力発電の現状なんですね。はい、こういった風車が今全国にあるという計算になるわけなんです。はい、でこの風力発電が、これ全て全部うまく活躍できているかというと、 実はそうでない部分もあると2.4期っていう大きな数字だなって私思うんですけど、はい、これが十分それだけできているかどうか,ですかうそうなんですよね。僕<ー>も意外と多いんだなというふうに思ったんですけれども、ねはい、見てみますと、えー、あの風車はもともと 国が初期投資に助成金を出してたんですね。で、それで地方自治体が建てるというケースが多かったんです。ですので、まあ、地方自治体にしますと風車が建っている大きい、まあ、見てると何かこうエコなイメージもありますし、あと、売電、電気を売ることによって自治体に収入が得られると。れ非常にメリットが大きいということになります。で ところがなんですけども、そうやって地方自治体が1機とか2機の風車を回していても、なりゆかなくなってきてるんです。ほ<う>というのはうあの、風車を立てますと、 例えば、雷が落ちたりとかですね。はあ、あと、故障があったりとかします。ええ、あと、ずっと回ってますので、いろいろ部品が壊れてきたり。ねはい、そうすると、当然、メンテナンスをしていかなければならなくて、はい、でこのメンテナンスの費用というのは予想以上にかかるというケースが出てきまして、ええ、中には風車を回せば回すほど赤字になっていってしまって、 能力はあるんですけども、止めなければならないケースもある。<ー>残念ながら撤去されたものもあるんですね。そうですか。はい。ですのでう、まあ、うまくいってないところもあるという、能力を発揮できてないところもあるんです、うんで。そんな中、今日はうまくいってるところの話もちょっとさせていただきたくて、ねうん。どうしたらうまくいくのか知りたいですから。そこですよね。はい、え高知県の、うん、 漁原町というところがあります。はい、漢字が難しくて、まあ、奇変に寿と,という字書くんですが、寿原っぱの原、柚、うん、原町というところがあります。すここは、中型の風車が2機あります。1>, はい、1機が6 0 0ットあんまりまあ大きいということでもない。うん、で、2つで1 2 0 0ットの能力があって、ええ、毎年黒字を出しています。お、すごいじゃないですか。ね、はい。 であのこの梼原町というところは高知県の四万十川の上流にありまして、えー、標高1300メートル、高原の町、はい、1800世帯、人口が3800人くらいの町と、まあ、高知県ということなんですが、まあ、山あいということもありまして、冬は雪も降るところなんだそうです、えーでえー、平成11年にこの風車を2基買ったんですね、<う>予算は4億円。 で半分は国から助成金があったので、まあおよそ2億円を使ったということなんですが、はい、この町の、この年の税収が3億円なんですね。あら !3 億円のうちはい。2>, 2億円そうなんです。は<ー>相当な初期投資をかけて、思い切りましたなぁ、吉原町。はい。で、えー、今もうこの発電開始から12年くらいのキャリアになるわけなんですけれども、えー、年間で3500万から4400万円の 収入があります。発電車電気はすべて四国電力に売っているということなんですね。え、この町の収入からしたらでかいんじゃないですか大きいです。えー、はい。さっきもありました、年間の税収が3億円という、その平成11年の数字があるんですが、えー。1割以上いけてますそうなんです。ほう<ー>。で、まあ、もちろん、先ほども言いました、メンテナンスなどのお金もかかるわけなんですね。えー、雷もしばしば落ちるというふうに、湯沢町の方は話していたんですけども、でも、 風車が発電する量が多いので、はいえー、賄える<ー>どんどんお金が貯まるという<ー>これなぜかと言いますと、うん、このゆす原町というところは事前に調査を行いまして、うん、で調べてみますと町の中に年間平均で、えー、風速が7.2メートルの風が吹くという場所があることがわかったんですその事前の調査に基づいて風車を立てた でも、どこでも事前の調査しっかりしてるんちゃうんですかうん、だといいんですが、<laughs> なかなか回らなかったところもあったの <laughs> で。心がちゃんと調査をきっちりしたから、はい、ここぞという風が来るところに立てることができたから、黒字になってる。そうなんです。はあ、で、えー、発電した電気を売りますよね。これ、売電と言うんですけども、はい、売電したお金を貯めていきます。うん。それを、今度は、揺す原町に住む皆さんが各家庭で、 太陽光発電パネルを購入するときの助成金にしたんです。うん、はあ。個人で太陽光を屋根の上つきごもっても結構お金かかりますからね。はい。それを補助してくれはるんですか大体各家庭につけるとなると、えー、4キロワットぐらいの発電ができるパネルをつけるということになるんだそうです。うん、これ、予算にします。大体200万円から250万円とかかるんですな。いう値段になってくるんですが、はい、これに対して80万円の いやそれ大大ききいいわ女性を行ったんですそうしますと、はい、この「女性」した件数というのがこれまでに106件、うん、ですから、まあ、1800世帯の町ですからね、えー、106件の方がもっとこの女性を使って太陽光のパネルをつけてるという町になりました。大きい はい。他にもその、発電した電気を売る収入で、水力発電の小さいのをつけたりとかですね、干ばつ材をどうやって利用できるかということにお金を回したり、どん,どん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 自然エネルギーの比率を町として上げていくという方向にしているんだそうです。一つの大きな成功例ですね。はい。で、え今後この湯沢町は、40基ぐらいの風車を建てるのを目標に、 増やしていこうとしています。そのお金は大丈夫なんですかそこなんですね。えー <laughs> えー、実は、その初期投資の助成っていうのはもう終わるんです。うん、ということは、はあ、あの、実際にかかる費用って全部自治体が立てるんだったら、自治体が負担しなきゃいけなくなりますよね。国がもう助成してくれないはい。 そういう方向に行くんですけれども、はあ、あのそうなってきますので、えええー、なかなか1基建てるというのは大変になってくるんですね、はい、自治体で、ええ、で、えー、この湯沢町に聞きますとどういう方向かというと、うん、実はもう建設メンテナンスなどは民間に委託する予定なんだそうです、うん、で町としてはどうするんですかというふうに聞きますと、ええ、風車を建てる土地を貸すか もしくはひょっとすると、うん、例えば第三セクターのような関わり方をしていく、はあ、そういうことで例えば株式会社だったら、まあ、株主になって配当を得られないかとか、うん、土地を貸してその貸すお金が得られないかとか、はい、そういった関わり方になってくるだろうということでまだ検討中なんだそうですが、うん、自治体としては、まあ、初期投資額大きいのかけるというようなリスクは避けていく方向だという話なんだそうです。国が女性をまたやればいいいじゃないですか そういう話もね、それこそ、それを国会で今、かんかんがくがくやっとくべき話ですねはいそれはまあまあ、あの今、総量ですか、すべ、はいえー、て買い取ると法律がありました、うん、まあこれとの兼ね合いもちょっとあってきて、別の話になってしまうんですけれども、はい、あのどんどんこうやって、自治体でやってるとなかなかうまくできない、でもうまくいってる自治体もある、はい、うまくいってる自治体でも、民間へ移行していこう。えー いいうようよなな動きになっているとこれはあの民間企業は、進出してくる見込みはある程度あるんですか、うんうん、そのあたりは、ちょっとまだはっきりと聞いてないんですけれども、そ,うそ,うそれこそ条件次第かもしれませんね、黒字にどうやったらできるかって、いろんなことを兼ね合わせないと考えられないですねただ、全量買い取りという制度がもう本当にスタートすれば、これはあの成り立つ。 企業ですよねあのそうなんですね、全量買い取りの制度にしますと、うん、風力発電の場合は、うんあの、買い取る価格というのは上がる方向で、うんえー、検討されるということですので、売電、はいえー、の利益というのは上がる方向になる、うん、ということなんだそうです。はい、はい